はいどうも、ゆっくりこすずです。ゆっくりまみぞうじゃ。今回は2021年度東北大学の高校別合格者数を発表していくよ。一部推薦の合格者数も含むのじゃ。じゃあ、話はここまでにして発表するよ。第29位横手高校、栃木高校、県立太田高校、金沢泉ヶ丘高校、第27位栄東高校、県立船橋高校、第26位仙台西洋中等教育学校、第25位県立長野高校、第24位横浜翠嵐高校、第23位富山中部高校、第22位大宮高校、第21位県立前橋高校、第19位宮城第一高校、土浦第一高校、第17位高崎高校、春日部高校、第16位青森高校、第15位朝霞高校、第14位仙台二科高校、第13位新潟高校、第12位八戸高校、第11位県立福島高校、第10位水戸第一高校、第9位県立浦和高校、第8位弘前高校、第7位宇都宮高校、第6位盛岡第一高校、第5位山形東高校、第4位秋田高校、第3位仙台第三高校、第2位仙台第一高校、第1位仙台第二高校。以上、東北大学の合格上位高校でした。最後までご視聴、ありがとうございました。